皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。早速ちょっとこれを見てください。右上にですね、2018年8月28日とあるんですけども、4年ちょい前のあるショップの買取表なんですね。笑えてきませんこれ特に下の段なんてもう何なんすかねっていう、こんなねことを、現在とね比較している動画でございます。興味のある方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。てなわけでですね、早速始めたいと思います。今回は、まあ、2点あるんですけど、まずじゃあこちら行きましょう。リーリーへの全力でございます。以前ですね、リーリーの全力はまだちょっと待ってねって、売るのちょっと待ってねっていうので一度配信したことがあるんですけども、またまたねほっとけない状況になってたので再度、配信をさせていただきます。2019年8月2日、今から3年前ぐらいにですね発売されましたドリームリーグに収録されている SR カードでございます。でまずですね、こちらじゃあ比較をちょっとしていきましょう。今年の、9月6日、今からですね2ヶ月弱前ですね、54日前なんですかね、の買取価格1万1000円でした。で続いて今年の10月1日、今から1ヶ月弱前ですね、29日前は買取額2万円となっています。2万円まで上がってきたんですね。で先日2日前ですか、10月28日買取額2万8000円、そしてこの動画の編集してるのが10月30日になるんですけども、2022年10月30日現在買取額3万3000円をつけるところがあります。ちなみに販売価格3万9800円と、販売価格も4万円が超えそうな状況になってきております。急上昇ですよね。ちなみにまあこのリーリエと言いますと、前のね配信でも言いました、本当リーリエって言ったらもう先輩リーリエたちはね爆発的に伸びているとですね、まあそれもちょっと簡単に説明をさせていただき、あそっか、そういえば最初に出したなんかこれ見てくださいって言った最初に出したやつもガンバリーリエって2万4000円買取になってましたよね。あれ2018年8月なんで今から4年ちょっと前の買取表なんですけど、その時買取2万4000円でしたよね。でガンバリーリエ現在ですね、まず販売価格が108万、買取額は80万円をつけています。でさらに帽子リーリエ、これは販売価格62万8000円、買取額は60万円をつけているところもあります。でその後に出たのがリーリエの全力っていうやつなんですね。いや皆さんこれね、まあ、コロムシもねいろんな買取額の変動様子っていうのは見てるんですけど、えらいことになる予感があります。これはマジで保管しといてください。本当マジで保管しといてください。本当にねもう3回でも言うんですが、保管してほしいです。これもちろん強制じゃないですけど、とんでもないことになる気がします。さすがリーリエっていう感じします。すでに持たれてる方は本当にね大切にしてもらいたいと思いますし、逆に言えばね、今まだって言い方おかしいですけど、もう 39,800 円って安くはないですけど、持っていなかったら買っちゃってもいいんじゃねえかなって思っちゃいますよね。まああくまでねちょっとコロムシの見解なんで、どうことは言えないですけど、とにかくちょっとコロムシ自身はもうこれ伸びる気、しかもね結構恐ろしいことになるような予感しかしません。ちょっとここ最近のねグググググって上がってきてる様子も踏まえてねご紹介させていただけたらと思いまして配信に至りました。リーリーの全力、皆さんもう綺麗にね保管していて、 PSA 鑑定出してもいいかもしれませんね。それぐらい結構重要なカードになりそうです。はい、そしてですね2枚目いきたいと思います。こちらです。ガラルの仲間たちです。去年の2021年12月3日に発売されました VMAX クライマックス。昨年の要はハイクラスパックですね。ここに収録されていたカードでございます。VMAX クライマックスといえばね、ユーリやこのガラルの仲間たち、アセロラの予感などが収録されていて、なお CSR っていうカードがね、出始めたので、有名となりました。昨年のハイクラスパックでございます。ちなみに、まあ、ユーリがトップレアですね。今も多分買取額の中では一番高いのかな。その次に今、アセロラの予感が追ってってるような感じだと思うんですけど、まあ、ユーリはクララとか、メイとか、また今後のね、ちょっと配信にしていこうと思ってるので、それはまたそれで、楽しんでいただけたらと思います。で今回はガラルの仲間たちです。ちょっと様子を見ていきましょう。直近の話なんですよ。最近の話。今年の10月1日ですから、1ヶ月経ってませんね、まだ。10月1日に出ていた買取額は1万円だったんですね。その5日後、4日後か。10月5日は1万2000円買取ということで2000円上昇しました。で、今現在が2022年10月30日現在は買取額1万8000円になっています。販売価格も、2万1800円まで来ています。今他のポケモンカードを見ててもそこそこ全部高騰してってるじゃないですか。もちろんこの高騰の仕方っていうのもちょっと色々なんで、先ほどお伝えしたリーリエの全力とかはちょっと異様な上がり方とかしてますけども、他のカードとかも高騰してます。その中でなぜ、このガラルの仲間たち、
を今回ご案内しようかと思ったっていうことが、まずその話をする前にまずちょっとこちらをご覧いただきましょう。アローラの仲間たちってやつですね。このあの配信よりちょっと前に、もうその前にもあのボックスの内容で伝えました、リミテッドコレクションマスターバトルセットというボックスから出るプロモカードなんですね。で、これ2022年9月だから、今年の9月17日、今から1ヶ月ちょっと前の買取額が、19万円でした。で、今、2022年10月30日現在、買取額今30万円まで来てます。販売価格がちなみに34万8千円ですね。まあ、これはね、プロモカードなんで、まあ、プロモカードなんでって言ってもね、ちょっと異様な高騰ぶりですけども、まあ、でもね、市販されてるものではないプロモカードですので、とんでもないちょっと行動していくのが予想できます。で、これを踏まえてなんですけど、コロムシね、翡翠の仲間たちっていうのが、この後出てくるんじゃないかなって予想してるんですね。あくまで予想なんで、わかりません。まあ、ただ、コロムシ的には出てきてほしいという願いもちょっとこもってるんですけど、今年のね、12月2日に発売されることになったハイクラスパック、V スターユニバースっていうのも出てきますよね。まだ収録のね、全貌がすべて、発表されてるわけではございません。ここで出てくるのか、もしくはまた来年の新しいパックで出てくるのかもわかりません。そもそも出てくるかもわかりません。でも、翡翠の仲間たちってもね、僕出てきていいんじゃねえかなって思っている、まあ、願いと、さらに、翡翠の仲間たちというのが、もし万が一出てきた場合、必ずガラルが跳ねます。アローラの仲間たちっていうね、さっき紹介したプロモカードみたいにガーンとね、何十万も上がるっていうのは微妙かもしれませんけども、このね、なんとかの仲間たちっていうのはね、やっぱりいいですよね。活躍した子たちが乗っていて、人気のねキャラクターが混ざり込んでいる、この仲間たちカード、翡翠もあると思いません？あると思うんですよね。それがね、もし、来るとすると、このガラルは明らかに、伸びてくるものだと思うので、あくまで予想なんですけど、すでにもう準備をしといていいんじゃないかなってコロムシは思ってます。ガラルの仲間たち、今現在、まだ販売価格21,800円ですし、ガラルの仲間たち、お持ちの方も結構いるでしょう。保管をね、おすすめしたいなと、かなり全力で。ね、予想範囲なんでちょっと微妙なんですけどね。それがなかったとしても、今、まあ、徐々にこうやって高騰しているカードなんで、取っといていいと思いますし、もし翡翠の仲間たちが出た場合は高騰ブーストみたいなのがかかっていくと思いますので、ぜひね、保管をおすすめしたいなと思って本日配信に至りました。今回のこのね、リーリエの全力、それからガラルの仲間たちは、まあ一部もちろんね、コロムシの予想が入っているので、もちろん正解ではございません。でも、かなりね、高騰するカードの中でも、予感としては非常に強い2枚なんですね。コロムシの中では。かなり強い2枚です。ですので、まあこれを聞いていただいた方で、なるほどねと思っていただいた方は、ぜひね、もう全力で、保管していただきたいし、全力で入手していただきたいと、個人的には思っております。はい、それでは今回の動画はこちらで終了させていただきます。参考になったっていう方がいらっしゃったら、チャンネル登録、高評価、それからツイッターのフォローなどをぜひよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。